本堂本堂の脇の丘にある、ザオ金ゴ原社明城臨時は、岐阜県大垣市にある新言宗の寺院である。三号は、金星山。通称、赤坂国造、国造山、国造山。日本三大国造の一つという。本尊は、国造菩薩。洞窟の中にある彫刻。言い伝えによれば、縁のオズヌが彫刻したものという。 西民の33令状第31札は、自伝によれば、686年、児童天皇の直命により、縁のオズムが解散。2年後に混流したという。一時廃れるが、平安時代の801年、空海が再興し、新言衆に改修。漢武天皇により保護を受けたという。1148年の落雷により消失。 再建されるが、小規模となってしまう。1609年、美濃国高須藩藩主、徳永受賞の援助で再建される。1657年、大垣藩藩主と田氏新により、大垣藩藩主と田氏の祈祷所に指定されにぎわう。1863年、と田氏、明の援助で、現在の本堂が再建される。1869年、新仏分離令により、 ザ黄金元宮が近世山の神社として分離独立する。大垣市にはこのような昔話が伝わっている。ある日、国蔵さんが草むらで立証弁をしていると、そこに眠っていたオロチにかかってしまう。このオロチは、伊勢国で国蔵さんに恋い焦がれた女性が国蔵さんに会いたい一心でオロチに変化したものであった。怒ったオロチは国蔵さんを追いかけ始めた。驚いた。 国蔵さんはかぶっていた傘を脱ぎ捨てて走って逃げ出した。喉が渇き、近くの農民に水を求めたが断られ、やむを得なく近くの自噴井戸の水を飲み、さらに逃げた。しかし大蛇は追いかけていった。やがて国蔵さんは、金星さんの岩屋の中に逃げ込んだ。大蛇は岩屋ごと締め付け始める。岩屋が崩れかけた時、国蔵さんは、そなたを私より高い位置にお祭りする。 だから助けてくれと叫んだ。すると、オロチは締め付けを止め、どこへと消えていったという。大蛇は蛇王権限として、明星臨時の鎮守として祀られている。国造さんが傘を脱ぎ捨てたの土地が、傘縫いの自噴井戸の水を飲んだ土地が、果敢であるとされている。ありがとうございます。